い、皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。いくぞよし40秒スピードラン、ドアに入ったら動かずに。今回は、こちらのコースを遊んでいきたいと思います。このノコノコさんはどこで使うんでしょうか。まだ持ってっていいのかな。今引っかかっちゃったけど大丈夫って、ここでノコノコさんを破棄してっていく感じですね。 OK、 わかりました。タイムロスしちゃったのがちょっと心配なんですけれども、あ、しまった、ここもずっとしゃがみっぱなしか。ヨッシーでもそれできるんだ。それは新発見で、マリオはこっちか。オッケー、オッケーじゃないな、だいぶ置いていかれちゃってるぞ。追いついた。オッケー、オッケー。そして残り7秒で間に合うのか、これ本当に絶対間に合わない。ドアに振ったら動かずに。2、1、残念、もうちょっとだったと思うんだけどね。初見クリアはならなかったけど、これでなんとかなるんじゃないでしょうか。ちょっと今なんかね、私のプレイ環境的に Wii U が重くなっちゃってるんで、そこだけ十分に気をつけていきましょう。よいしょ、ここは1回引っかかっちゃったか。でもまあこのぐらいだったらきっとセーフなんじゃないでしょうか。ということでヨッシーさんを踏みつけて、いいタイミングになってますね、ここも。ほんと登れる？登れる？登れた。そして扉にお邪魔します。今度は11秒。さっきよりかなり早いよ。よし、入ったら動かずにゴール。さっきのもあと1秒あればクリアできたんでしょうね。マリオタイム。はい、今日も最初のコース、クリアすることができました。ありがとうございました。それでは、いいねを押して、次のコースを遊んでいく。はい、お待たせいたしました。タックマーさんがですね、またまたコースを一度全部リセットして新しくコース作りを始められたようです。その最初のコース、タックラン、10秒スピードランということで、また結構難しいスピランが出てくるんじゃないでしょうか。このコースはでもクリア率は高めでしたよね。3段ジャンプしてからの赤コインを普通に回収していく感じなのかな。残り2、あ、畜生めー。これ上からいけないかな。本当はさすがに無理か。1、2の3、ガリ、あと上からいければ早い気がするんだけど、赤コインもありますし、まあ、さすがにそれはない。あ、また引っかかっちゃった。ここ切り返しが難しくないですか。そしてタイムオーバー、残念勝。1、くそ、開幕バネでスピンダッシュはちょっと無理かな。1、2の3、ガリ、あということで、切り返しを注意、切り返し。切り返し。オッケー。入った。2、1。トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥ。いやー、今のでは間に合わないって、これどうすればいいのよ。クリア率高いのにさ、なんでこんなコースで苦戦してるんだ、私は。よいしょ。あー、また引っかかっちゃった。ここ引っかかっちゃったら絶対無理だと思うし、1、2の3がり、あと、なるほどね。今度はこういう系のコースで攻めてくるんでしょうかね、タックマさん。全然間に合わないんだけど、ここどうすればいい、本当に。1、2の3がり、あは届かないと。1、2の3と。よし、ここまで OK、OK。次は壁キック。ほい。ほい、壁キックの方がやっぱりちょっと早いか。2、1。ここでやられるスタイル。でももうちょっとだね。さっきよりはクリアが近くなった気がする。あの扉に入ればもうすぐゴールでしょ、多分。そうだよね、タックモンちゃん。よし。あー、今回の遅い。ちょっと間に合わない。2、1、くそー。低いところでやりすぎてんのかな？よいしょ。そうして、バッキン、こうやって赤コイン取って。おー、いいですね。はい。こんな感じ、こんな感じ。で、今度は遅かったか。やっぱり、一番高いところで壁キックした後遅いと思うんだよな。今度はもうちょっと、逆に低めでやってみるか。低め。無理だよな。いや、ちょっと練習。ほい。やっぱり、高めでやんないと入れないんだよな。高めでやってスピンで走り出してみますかね。まず、前提条件として壁釣りは一回もやっちゃダメ。それは間違いない。よいしょ。1、2の3と。さっきこんなパックンでやられちゃったんで、そのまま情けないところはお見せできないし。よし、今回は割と早い気がするんだけども。いやいや、だって今進行方向
というかあれですよね、右側のボタンずっと押し続けてればちくわってちょっと早く落ちるって聞いたことがあるんですけれども、本当なんでしょうかね。なんかこんだけクリアできないと眉唾もの泣きもしてきたんですけど、おし、あー今のでも間に合わないの、ちょっと待ってよ、今の早かったよ、なんであれでクリアできないのかな。タクマンちゃん、あと1秒ぐらい余裕くださいよ。ほいほい、今度は21、またダメか、さっきよりちょっと遅い気がする。12のあんがり、ああ、よし、タクマさんの新作スピラン第1のコースからしてこの難易度ですからね、この先どんどん長いコースになっていって、お入れた、これはクリアできるか、いったー、ワンフレージャンプとかなくてよかった。何あの扉、マリオタイム、ほほう、中間ポイント使わないやないかい。タックラン10秒スピードランクリアすることができました。9秒985、何あの9秒866って早すぎでしょ、チャマさんかな。はい、それでは次のコース遊んでくる。お次のコースはこちらです。エアシップオブエンジョイボムラン、みつみさん、クリア率は 8.53%、 スピランコースなんでしょうかね。ベストタイムは24秒となっております。サムネを見た感じだと、あのボムをスピンジャンプで踏んで乗り継いでいくっていうような感じに見えたんですが、いや、ここまでは半自動半自動、ん？あ、これはそうかそうか、あのパックンはジャンプしてくんないのか、自分で行かないとダメね。了解了解、 OK、 わかりました。そしてやっぱり30秒スピードランのコースのようです。よいしょ、これでいいかな。ちゃ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 、おーすげえ、これ上手くなったもんだな。こうやってスムーズに遊べるとすっごい楽しいんですけどね。ほいほいほい、あーんと、これは上のパウンのところを投げ入れればいいんだよね。そうですよね、全自動半自動職人コースの朝川さんだったらボム編を使ってこういう壁登りとかをさせる系のコースも作れそうな気がするんで、今度もしよかったら作ってもらえれば面白いかなと思うんだけども、よいしょ、自分までジャンプしちゃったじゃないかーい。あそこ投げ入れるのか、それとも下から上に投げ入れるのか、どっちが正解だろうな。投げ入れるだとは思う、横から投げ入れるだとは思うんですけどね、いまいち確信が持てない。よいしょ、ここはこうやってこうやって、ほい、こうだよね、こうだよね、行ったよって。そしてこの先がなんでこんなところで詰まるんだ。気持ちいい、ここまで本当に気持ちいい。クリア率的にはそろそろでもクリアしたい。よいしょ、 OK、 投げ入れて、ここです、またボム兵運びだと思う。お邪魔します、よし、間に合った、そしてゴール、イエース。いやー、見た目難しいんだけど、実際難しいんだけど、爽快感はすごかったですよ、このコース。いいねランキング上位に来るのも納得ですね。イヤシップオブエンジョイボムラン、みつみさん、ありがとうございます。はい、では今日の最後こちらにしましょう。ミニ改造ラン8、でっかくなっちゃった、耳かな、大きくなったの。アンナさんのコースで遊んでいきます。まあ相変わらずいっぱい入ってますね、ランキングに。アンナさんのコース、大きくなっちゃった、大きくなっちゃったな。今度はメットかな、マリオが大きくなっちゃうのかなとも思ったけど、そういうわけではなさそうか。耳は大きくなっちゃった、コウタロさんの、やめておこう、それ以上言うのは。さて、今度は今立ち止まっちゃったのがちょっと心配なんだけども、気持ちよくメット踏んでいけてます。あのアクコインはなんだ、取りたかったな、取れないんかーい。あ、取れた、鍵が、でも鍵が落ちていった、そういうことか。やりますね、アンナさん。ミニ改造ラン8、がでっかくなっちゃった、いいね。
はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。最近、麻雀の動画とかカービィの動画を上げているので、そちらの方もよかったら遊びに来てください。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。マリオメーカーのコース募集もしてますので、 YouTube コメント欄か Twitter の方にどんどんお寄せください。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。